皆さん、この壺は1万円より高いと思いますか？低いと思いますか？では奥の女性の真ん中の方、この壺は1万円高いと思いますか？低いと思いますか？高いと思います。高いと思う。ではこの壺はいくらだと思いますか？5万円ぐらいですかね。5万円ぐらい。この女性は5万円と答えてくださいました。実は私は先週行われたゼミ1グランプリの予選の際にも同じような質問をしました。するとその時の回答者はこの壺を150万円だと思うと答えました。5万円と150万円、同じ壺を見せたのになぜこのように大きな差が生まれたのでしょうか。実は私は先週の予選の際、この壺は100万円より高いと思いますか、安いと思いますかと聞きました。実は最初に提示した数値の違いによってこの壺の価格予想の結果が変わったということが言えます。この質問と同じ形式の実験を行った研究者がいます。2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カールマンの実験です。彼は人々に国際連盟加盟国の中でアフリカ諸国が占める割合は 10% より多いか少ないかと聞き、別の人々には 65% より多いか少ないかと聞きました。すると結果はこのようになりました。こちらのグループの人々は国際連盟加盟国の中でアフリカ諸国が占める割合を 25% と答えました。そしてこちらの人々は 45% と答えました。この実験でも最初の数字が違うだけでこのクイズの結果に影響を与えたということが言えます。実はこの傾向、アンカリング効果と呼ばれています。アンカリング効果とは、提示された特定の数値や情報が印象に残り、それが基準点、つまりアンカーとなり判断に影響を及ぼす心理傾向のことを言います。先ほどの壺で言えば1万円という数字が基準点、つまりアンカーとなり彼女の判断に影響を及ぼしたということが言えます。私たちはこのアンカリング効果が意思決定に及ぼす影響を検証しました。表題はアンカリング効果が意思決定に及ぼす影響、 RCT を用いた検証実験より、服部ゼミナールチームシャチホコです。よろしくお願いいたします。効果に関する研究は多数発表されてきました。しかしこちらのダニエル・カーネマンの実験同様、アンカーを提示した後予想に影響を及ぼすということまでしか検証されていませんでした。そこで私たちはアンカーを提示した後予想に影響を及ぼし、その結果私たちの行動、意思決定にまで影響を及ぼすのか、その可能性に挑戦しました。実験概要はこちらです。本学学生446名を対象にランダム化比較試験 RCT を用いて検証実験を行いました。私たちは個人的な問題から社会的な問題まで、こちらの8つの分野でアンカリング実験を行いました。その中でも購買意欲で行った4種類の実験のうち、こちらの作品、結婚、タバコ税についてご紹介したいと思います。それでは購買意欲から見ていきましょう。私たちは被験者にこちらの作品を見せ実験を行いました。実験方法はこのようになっています。まず被験者をランダムに3つのグループに分けました。この作品は100万円より高いですかと聞く高アンカーグループ、この作品は10万円より高いですかと聞く低アンカーグループ、こちらの質問を行わなかったアンカーなしグループの3つです。そしてこの3つのグループに全く同じ質問を行いました。この作品は一体いくらだと思いますかと聞いたところ、このように回答が得られました。このアンカーである100万円と10万円という数値に引き付けられていると分かります。そして今回私たちが注目するのが質問3、意思決定の問題です。こちらではあなたはこの作品が一体いくらなら購入したいと思いますかと聞いたところ、このように回答が得られました。ここでもやはりこのアンカーである数値に引き付けられ、結果に大きな変化が得られたと分かります。購買意欲、つまり人が物を買うという意思決定においてアンカリング効果が確認されました。ではこのアンカリング効果、社会的な問題にも適用可能なのでしょうか。そこで結婚の問題です。先ほどと同様に被験者をランダムに3つのグループに分けました。50歳まで一度も結婚しなかった人の割合は国民の46% より多いですかと聞く高アンカーグループ、 21% より多いですかと聞く低アンカーグループ、
こちらの質問を行わなかったアンカーなしグループの3つです。そしてこの3つのグループに全く同じ質問を行いました。50歳まで一度も結婚をしなかった人は国民の何パーセントいると思いますかと聞いたところ、このように回答が得られました。やはりアンカーである数字に引きつけられていると分かります。そして質問3、意思決定の問題です。こちらではあなたには結婚願望がありますかと聞いたところ、このように回答が得られました。アンカーを設定した2つのグループに比べ、こちらのアンカーなしのグループでは結婚願望があるという回答が少なくなっていることが分かります。アンカーを設定したグループの方が自分の意思にアンカーである数値に引きつけられ、結果が高くなったと分かります。そしてもう一つ、タバコ税の問題です。先ほどと同様に被験者をランダムに3つのグループに分けました。タバコ税を引き上げるべきだと答えた人は国民の 65% より多いですかと聞く高アンカーグループ、 20% より多いですかと聞く低アンカーグループ、こちらの質問を行わなかったアンカーなしグループの3つです。そしてこの3つのグループに全く同じ質問を行いました。タバコ税を引き上げるべきだと答えた人は国民の何パーセントいると思いますかと聞いたところ、このように回答が得られました。ここでもやはりアンカーである数値に引きつけられていると分かります。そして最後の意思決定の問題です。こちらではあなたはタバコ税を引き上げることに賛成ですかと聞いたところ、このように回答が得られました。低アンカーグループに比べ高アンカーグループの賛成という意見が高くなっていると分かります。たくさんの人が賛成しているのなら自分もした方が良いのではと考えたためではないでしょうか。この実験では3つのグループに全く同じ条件で全く同じ質問を行いました。しかしたった1つ変えたところがありました。それがアンカーである数値です。このアンカーである数値を変えるだけで被験者の意思決定に影響を与えているとこの実験で検証されました。しかしここで私たちにある疑問が生まれました。それはアンカリング効果はじゃあ一体いつまで続くのかといった疑問です。つまりアンカリング効果のアンカーの効果は時間の経過により薄れてしまうのかしまわないのかといったものです。僕たちはこの謎を解明するためにもう一つ実験を行いました。フォーバイフの実験です。今までの実験ですと質問1では被験者に対しアンカーを設定し、質問2でそのアンカーが被験者の予想に影響を与えるのか、質問3では被験者の意思決定にまで影響を与えてしまうのかといった実験を行っておりました。もう一つの実験でも質問1と質問2の形式は変わりありません。ただ質問2の後に少しの時間を置きます。その後で同じように意思決定の質問を行います。もし時間の経過によりアンカーの効果が薄れないのであれば、こちらの時間オフグループの結果は時間を置かないグループの結果に近くなり、時間の経過によりアンカーの効果が薄れるのであればアンカーなしのグループの結果に近づくのではないでしょうか。では確認していきます。驚くことに時間の経過によりアンカーの効果が薄れてしまったように見えます。ではこれは偶然かもしれませんのでもう一つの分野で確認していきましょう。結婚の問題です。こちらでも同じように質問1と質問2を行った後に少しの時間を置きます。こちらも時間を置いたグループの結果は時間を置かないグループの結果ではなくアンカーなしのグループの結果に近いことが分かります。つまりアンカリング効果のアンカーの効果は時間の経過により薄れてしまうことが検証されました。これらを踏まえ今回の私たちの研究活動のまとめを行います。まず私たちが、研究活動を行う前にある先行実験がありました。ダニエル・カーネマンの実験です。こちらでは被験者に対しアンカーを設定し、そのアンカーが被験者の予想に影響を与えるのかといった実験を行いました。ここで僕たちはでは一歩踏み出し被験者の行動までもに影響を与えるのかといった実験を行いました。その結果意外と私たちの意思決定も脆くて、例えば購買意欲ですとか、例えば結婚ですとか、私たちの生活の身の回りのさまざまな問題に対してアンカリング効果は影響を与えていることが分かりました。ただその効果は時間の経過により薄れてしまうことが検証されました。では最後に私たちの方からもう一度クイズを行います。私たちのこのプレゼンテーションは100点満点では95点よりかは高いと思いますか？以上で発表を終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。共和産業株式会社、田中様、いかがでしょうか。お願いいたします。はい、ありがとうございます。時間を置いてからちょっと点数の方つけさせていただきたいと思います。はじめの方、絵画の絵、絵画のところありますね。これ、絵画のところ、これ、ちょっともう一度お伺いしたいんですが、この絵画のところとですね、まあ、結婚願望であったりタバコであったりっていうものは、まあ、なんていうか単なるパーセンテージですよね。実際じゃあなんていうか、ここに来ておられる方とこの結婚およびタバコっていうのはちょっとね、あの被験者っていうのが違うかと思うんですよ。はい、まあ、こっちはなんていうかお金持ちで、これがもし若い人に聞いてたとしたらどういう答えになったのかなってすごく疑問なんですね。その点どう思われますか。ありがとうございます。とても面白い質問だと思うんですけど、僕たち今回対象にしているのが、あの本学の、生徒を対象にしているんですよ。ただ生徒の中にもやっぱり、じゃあ、時給のいいバイトをしている子とか、まあ、バイトできない子とか、まあ、言ってしまったらお金持ちかお金持ちじゃないかといった方もいると思うんです。で、今回はそういったことを、が結果に影響出ないようにある手法を使っていまして、 RCT っていうんですけど、あの、購買力の結果の質問をお願いします。あ、それいらん、そんなんじゃないですね。そうです。この例えば、時間を置かない方の購買力になります。例えばこちらの今回は9人しかいないんですけど、被験者、104と112と111、約300名をランダムに3グループに分けているんです。で、ランダムに分けているので、その中に例えば金持ちのお金の方の人口が、30人いてもきっちりと10人、10人、10人に分かれるような手法を使って実験をしているので、その、じゃあサンプルの中にお金持ちの子がいるとかいないとかのは、結果が得られないような手法を行っています。ありがとうございます。ありがとうございます。他ございませんでしょうか。発表お疲れ様でした。非常にですね、あの練った内容で、プレゼンの方も、準備がきちっとされているなという印象でございました。で、アンカリングというところ、私もあの初めて聞かせていただいて非常に面白いなと思いました。で、今回ですね、アンカリングの、まあ、数値を与えられるときに参考にされたというような、まあ、あの指標みたいなところでですね、この、まあ、場合はこのアンカリングを、まあ、定めよう、まあ、例えばこの絵画であれば100万、この絵画であれば10万みたいなところを、設定されたと思うんですけど、それに対する引っ張られる、なんていうんですか、予想数値というのはあの想定されていた範囲でしたか、それともあの想定されていた以上にブレたでしょうか。そうですね、僕たちは実験を行う前に、じゃあ100万円のアンカーを利用した場合にこうなるだろうと決めつけて実験を行っていないんですよ。どうなるのかなっていう、疑問を解決するために実験を行っているんで、予想は今回立てていないです。ありがとうございます。あのライブ形式の掛け合いもあって、あの非常に分かりやすいプレゼンテーションでした。先ほど の、 あの質問とも関わるんですけども、どうしてこの素材で調査をしたかというところで、先ほどの説明であれば、その身近であればその本人の属性によって変わる可能性があるということだったんですが、あの例えば着物100万もするもの実際買いますかに対して答えるかもしれませんけど、買わないですよね実際に。で、そういう素材を選んだというところについて少しまだあのモヤモヤするものがあるんです。ですので、もう一度どうしてこの3つの素材に着目をしたかというところについてご説明をお願いします。まず僕たちこれ実験を先ほども言ったんですけど、おとといの2月頃から行っていまして、その実験には購買力のみに関して行いました。で、こちらの購買力ですが、商品を3グループに分けて、実験を行いまして、1つ目がこの中国で最初にボードディスト都合で、2つ目が、ハワイに行くメイクの旅という商品と、あとこちらとイチローが2000本アンダーを達成しているバットと、また今回は、いろいろな分野で実験を行っていまして、まとめの、 あの実験の種類があるやつが、これらも合わせて消費税や就職活動、臓器移植少年法、安全保障条約、
にも、目を置いて実験を行っているんです。ただ今回これらを全てプレゼンテーションで発表してしまうと時間が足りないなと思って、やっぱり10分の中では全てのことを紹介するのは難しいと思って3種類もあったんですけど、その理由なんですが、まず今回の446というサンプル数で、統計的に有利であると言えるかといった、統計分析を行ったんですね。そのやっぱり実験が全て有利な結果が出るわけではなくて、ピーチの出しまっていいですか、少年法のピーチ出しまっていいですか、少年法のピーチがこれ 86% となってるんですけど、これが意味するのは 86% の確率でたまたまこの結果が出たっていうことを意味するんですよ。なんでこの結果を載せてしまうと、今の時点ではあまり面白くないかな、たまたまの偶然出た結果を僕たちが出しましたって言って面白くないかなと思って出してないんですね。ただこのサンプル数を増やせばもっとどんどんピーチが小さくなっていって、どういうアンカーの設定で効果が出るということを検証できると思うので、今後であればまた違う実験の紹介する実験の種類を増やしたりとかはしていきますと、とても良い点をありがとうございます。よくわかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。それではお時間となりましたので、以上で終了とさせていただきます